他ゲームにシフトチェンジすることと考えたことありますか？まあ一瞬あるけど、まあ得策じゃねえなと思ったよね。だって他のゲームには他のゲームで上手い人も面白い人もいるんだもん。俺スマブラやっててさ、こういう配信者とか動画やっててさ、何が一番俺が価値持ってるかって、なんで俺は有名で人を集めることができるか、動画で数字出すことができるかっつったら、もう先行者利益以外何もでもないもん。その先行者利益を持った人の中でのその非常に狭い、その少ない競争の中で、確かに俺はいろいろまあ面白い、あの動画を継続的に出せてたりとか、まあ話を聞きたいって思ってくる人がいたりとかってあるかもしれないけど、基本はそのすごい少ない競争の中でやれてるのは先行者利益があってこそだから、だから後発ってめっちゃ大変そうだなって何回も言ってる通り、あの思ってるから、その後発に自らなりに行くことがあんまりよろしいとは思わないんだよな。すごく大変。そう、だから前田くんとかは、前田くんのすごく大変とか、まあ大変な思いしたんだろうけど、本当に一瞬にして、まあ後発なのに一瞬にして派遣取ってな、まあちょっと本人かわかんないけど、まあ本人じゃなくても前田くんの話はしたいからさ。前田くんでも本物勝ちなんだよな、これ。本物です。はい。そう、モデレーターは見れるんで、あ、そう、本物、報告ありがとうございます。将軍さんって人の配信にほとんどコメントしない。なんかね、むずいんだよね。なんかいろいろ、どのパターンでもあんまり望まないなって思っちゃって、大きく自分が人の配信にコメントした場合の、その後起こる展開って大きく分けると3つあって、1個は面白いことを言った場合、面白いことを言った場合は結構他のコメントがその俺の発言に沸き立って、俺の発言に対する反応で一色になっちゃうっていうパターン。これはなんか人の配信の流れを邪魔してる気がして、ちょっとあんまり望まない。で、面白くないことを言うとさ、とはいえやっぱ知り合いだし、俺がコメントしてるっていうのもあって、配信者からさ拾わなきゃっていう感じで、なんかこう無理やり拾って、まあさーっと流してみたいなさ、ああ俺面白くなかったんだな今日思って思いながらさ、そう、いや全然面白くねえやつって、まあ、自己嫌悪になるっていう。で、まあ拾われなかった場合、まあ面白くないかかわらず拾われなかった場合、まあコメントの流れが早くて気づかなかったみたいな感じで拾われなかった場合、なんかちょっとさ、かわいそうな空気出ちゃうじゃん俺将軍さんはなんか仲良さげに話しかけてるのに、この人全然将軍さんのこと好きじゃないんだとかさ、なんか一方的な愛みたいなさ、なんか悲しい感じ出ちゃうじゃんっていう、この大きく分けるとこの3つに分けられるんだけど、この3つどれでもあんまりよろしくないなって思っちゃうからだから結局ね、望む展開ってないんだよね、俺がコメントすることで。だからまあ本当にこの場面マジでクリティカルだなって思ったら、まあ配信の流れをちょっと一旦こう俺に引き寄せちゃう形になっても、あのクリティカルなコメントをしたいっていうのはまあ思ってますけど。そうね、わかるわかる。将軍さんさっきコメントしてましたよって、その VIP のさ、あの試合感にコメントするけど、それも拾われないっていう。で、それ見て、ん？みたいな感じで、ガーってこう、スクロールしてさ、探してる最中ももう、いたたまれない。ああ、もういいって、そんなスクロールするようなこと言ってないっていうさ、もうこの時間もきついから、もうだからもう本当にもういろいろな分岐のすべてのパターンでもう、やっぱり、苦しくなっちゃうんだよね。そう、しかもそう、その場合時間経ってるからちょっと話合わない、ね。そう。し、なんか話はあってもノリが合わないんだよね、もう。その場で遠い即妙なこのお話だからさ。2、3分が経った後のに掘り起こして別にいい話じゃないんだよな。視聴者側も有名人、確かに。わかる。視聴者側もさ、なんかこう、いたたまれながらって拾ってあげてってなっちゃうよね。なんか。多分ね、わかる、なんか有名人がコメントしてるのに、もうそうスルーでどんどん流れてった時にさ、いや拾ってあげてみたいな、かわいそうってやるよねこれその空気もちょっと嫌なんだよな。でちょっとコメント数控えるって、流さないように気づくきっかけを与えやすくするっていうね、みんなもね、その謎の一体感あるよねっていう、その助け舟を出されてるのも
なんか俺感じちゃうからね、そのもうどっちも分かるから、どっちの視点もあるから、そうあるよな。タミスマの翔くんさん、ずっと将軍さんと思った。そう、そいつ、ちなみに本物を特定してちょっと怒った DM 送っちゃった俺ゴリゴリ知り合いだったんだけどさゴリゴリ、まあもうその強いスネークなんてもうさ限られてるから、たまたま俺は特定できちゃって、ちょっと迷惑なんでやめてもらっていいですかねっていう DM 送っていや、プレイで感づいたみたいなかっこいい展開は残念ながらなくて、俺いろんなスネーク使いのスマメイトの戦績をストーキングするっていう悪趣味があってで、そのストーキングした後にその人が翔くんに名前変わったから、ああの人じゃんってなったって、ただの悪趣味が転じただけっていう全くかっこいい展開なかったね。いやー今日もネスに負けてるねみんなっつって気持ちよく寝るっていうやっぱ面々きついよねっつって、うんって言って気持ちよくすやーって。俺ね、やっぱ二人の清見あーさんのツイートにあー以外で返す人の神経が分かんないわ。あれを見るたびに嫌な思いをする。俺はあーさんのツイートに対するリプライはあーから始めろよって、あーって言ってみんなであーを言い合うのがみんなであー言い合おうよっていうなんでお前だけ普通に返してんだよっていうそしてお前ら分かりすぎだろちょっとは反論してくれよ、意味わかんねえとか言ってくれよ分かりすぎだろお前ら。二木屋さんの話でも これしか出てこない。かがり火トップ8入った時とかさ、もう40、まあ本当に下手したら100、まあ100いかないか、何十とかリプレイ来てる中でさ、全員があーって言っているその光景をさ、その景色を俺は今日見に来たんだよっていう、何お前だけ反してんだよっていうさ俺は別にお前らのリプレイ興味ないけど、あーで埋まるこの空間を楽しみに来たんだよっていうさそこを、いやもう裏切るかなっていう、そう自我をね出すんじゃないっていう、お前の自我いらないんだよっていうさ、この世界で一番共感した、世界がどう見えてんだよもっと共感できる人生歩んでくれ。いや二木場さんぐらい徹底してるとさ、このノリ寒いとかに当てはまんないだろあの人は。いや俺二木場さんに一回 DM じゃねえDM でああ面白すぎるそこまでしなくていいって思う本人も DM でああから始めたら本人びっくりしただろういやいやいい、そこまでは別にいいですって怒ったりしないんでってなりそうだね。いや DM じゃなくてリプライで一回送ったことあって、ああからちゃんと俺始めたからね俺は、うん、いやそう、いや偉くない当然ですよこんなの、業に従うんですよ。ちゃんとスマメイトにちょっと見よう見てんな。あ、そうなんだ。あ、使ってるんだ。まあそうね。DM どうなんだろうな、確かに。DM ででもさ、DM で普通に話しかけてきたら、あ、使ってなかったら結構、ちょっとショックだよな。あ、ってやっぱコンテンツでしかないんだっていう。このスマブラコミュニティで自分のキャラ付けをするための役でしかないんだっていう。ちょっとね、ちょっと嫌だね。DM でもあーらしい。あーそうやってほしいわ。やっぱ、どんな場所でも公開される場所ではあーで、非公開は非あーだと、やっぱちょっと、あ、キャラなんだなってなっちゃうから、非公開でもあーであってほしいよね。いや、オフでは非あーだよ。さすがに。わかんないから。そう。いや、本人はあーって言いたいかもしれないけど、あーの中身がオフだとわかんないから、配慮して、ちゃんと喋ってくれてるけど、オフでは、あーじゃない。仕事のメールは、あー使ってないだろう。仕事、そもそも仕事は二人の興味、あーじゃないだろう。何を言ってるんだよ。仕事のメールとかどうしてるんだろう、じゃないだろう。意味わかんないだろう。あーかっこお世話になっておりますはないだろう。